料理のレシピを手に取るとき、どんな気持ちだろうか。普段よりちょっと美味しい料理を作りたい。プロの技を参考に美味しい料理を作りたい。その気持ちは今も戦争中も変わらないかもしれない。今日の料理は昭和13年9月号のレシピから。肉を使わない愛国料理、高野豆腐入りライスカレーである。さあ、そのお味はいかに？詳しい材料は概要欄をご覧いただきたい。ではこしらえよう。アサリの口が開くまで煮る。煮えたら火を消して置いておく。こうすることで美味しい出汁が出るという。アサリの殻を剥いていく。その数90個。単純作業は無心になれるから嫌いではない。今回の料理は愛国料理として雑誌に紹介されている。肉の代わりに高野豆腐を使うのが愛国なのだ。レシピにはこんなことが書かれている。戦地へ送らなければいけないものは避けて、それに代わるものを上手に工夫して15の国民の健康増進を図ることこそ、この際一家の主婦の務めではないでしょうか。昭和13年の雑誌を見ていると、肉や魚を使った日常的なレシピが多い。しかし戦争を強く意識したレシピも年を追うごとに増えてきている。じゃがいもは生のまま投入する。炒めた後で煮込んだ方が美味しそうだが、レシピに従う。
カレー粉はお好みで入れるように書かれている。味見しながら大さじ5杯入れた。水で溶いた小麦粉を入れるが、分量が書かれていない。この当時のレシピには、調味料などの細かい分量が書かれていないことはよくある。現代のレシピの親切さが身に染みる。とりあえず水と小麦粉を1対1で混ぜたものを大さじ6杯ほど入れた。高野豆腐入りライスカレーの完成である。アサリの出汁であっさりとした味のカレーに仕上がっている。うまい。高野豆腐もカレーを存分に吸っている。うまい。歯ごたえがあるので食べ応えも十分だ。うまい。一方アサリの身はすっかりうまみが抜けてしまっている。あまりうまくない。枯れ木も花のにぎわいといった程度の存在感である。ここで一つ思いついた。ウスターソースで味変するのもいいかもしれない。カレーにかけるなら醤油派とソース派がいるだろう。自分はソース派である。コクだけでなくちょっとした酸味を与えてくれる。こりゃまたうまい。今回のレシピは昭和13年9月号のレシピである。この年の12月、日本政府は中国が臨時の首都としていた重慶に爆撃を仕掛ける。重慶は霧が多い土地で視界が悪く、当時は爆撃の精度も高くなかったため、一般市民も無差別に巻き込まれた。重慶への爆撃は6年間で200回以上行われ、犠牲者は2万6000人とも言われている。ごちそうさま。